コンチイン。コンチンは、京都府京都市左京区にある臨在州南禅寺派の寺院。小堀演習作の庭が、国の特別名称に指定されている。南禅寺の達中の一つで、江戸幕府の法律外交を担った、そう、維新数伝が重視したことで知られる。総六氏が置かれ一達中寺院にとどまらず、江戸時代を通じて、五三十節以下すべての住職の任命権を持つ、 事実上の最高機関とされた。また十万国の格式を持ちでら大名とも呼ばれた。家康の遺言による三つの東将軍のうちの一つがあり、幕府による増改築がたびたびされる。京都三名石の茶室がある。大英年間、14世紀末から15世紀初頭に、室町幕府四大将軍、足利義持が大行特期、南前寺六十八世を解散として、 落北、高家坊に創建したと伝えるが、明らかではない。慶長十年、1605年、徳川家康の信任が厚く、江戸幕府の幕政に参与して、国威の最小と呼ばれた、数殿、一新数殿、コン賜院数殿によって、現在地に移された。慶長十五年、1610年には、寸布城内に、寸府昆賜院が、現が五年、 1619年には、江戸城内北の丸に、江戸チ虫院が開かれ、駿府と江戸における、スーデンの活動拠点となった。スーデンは、元那五年、1619年、幕府より、総六に任ぜられ、それまで小国寺達中六を委任順が務めていた。総六職は、以後、幕末までチ虫院十字が務めることとなり、五三十節以下の全寺を統括する最高機関と、 なった。重要文化財。桁雪十一軒、励ま七間の大規模な建物であるが、平面形式は全員法上に典型的な六間取りである。すなわち、前列中央が、室中、その奥が、本尊地蔵菩薩像を安置する、二つ間。西側は、奥が、復帰の間、一発の間、その手前が、次の間、旦那の間、東側は、手前が、 鶴の間、霊の間、奥が、菊の間、書院の間となる。復帰の間は、奥に、床高を一段高めた上段を設け、床、棚、不書院を設け、天井を各天井とする格式の高い部屋である。各室の襖や、障子越腰板には仮の葉による金似の障壁画がある。障壁画の主な画題は、復帰の間が、待つ、次の間が、待つ、梅、牡丹。 室中が、当人物、鶴の間と、菊の間がそれぞれ、鶴と菊などである。この本堂、大宝城は、自伝では、慶長16年、1611年に、数伝が、伏見城の一部を、江戸幕府三大将軍、徳川家光から賜り、移築したものと言われるが、建物には移築の痕跡は確認できず、実際は寛永4年、1627年に、 スーデンによって混流されたものとみられる。障壁画制作はスーデンからかの丹優に移植した記録が本広告誌日記にあり、画題の選定は丹優が行ったものであることがわかるが、丹優が自ら作画に携わったか否かについては、同日記は得ていない。武田常夫、ドイツグヨシラの研究者は、丹優の指揮のもと、実際の作画は復帰の間、次の間は、 カノナオノブが、室中、鶴の間は、カノノブマサが担当したと推定している。正面に掲げられている、ヌノカネミチ城の書は、山岡鉄州の筆、明治初期に巻き起こった、廃物希釈から守るため仏教寺院ではなく道場で、ある胸を表したものである。重要文化財。数年の依頼により、小堀正和、園州の設計で建てた三条台目の茶室。 東側の南にとこ、北に、大目畳の手前座を並べる。天然座には中柱を立て、袖壁をつける。にじり口は、西面の北寄りに設ける。にじり口は、茶室の隅に設けるのが通例だが、本席では、隅から二百ほど離れた位置に設けるのが特色であ。南面は、る南面は、襖二枚を立てて、基人口とし、天然座背後の東表は、下等口を開けて作動口とする。 にじり口前に円を設け、にじり口を入った正面にとこと、手前座を左右に並べる点、赤松川付の床柱に黒塗りが待ちという、取り合わせなど、演習好みの座室の典型的な作例である。本広告紙日記によれば、寛永五年、1628年までには、完成していた。八窓席と称するが、窓は、西面のにじり口上に一つ、北面の壁に三つで、 床脇の木石窓、袖壁の下地窓を含めても窓は6つである。なお、建物修理の際の調査で、この茶室は、園州が創建したものではなく、既存の全新建物を園州が改造したものである、ことが判明した。大徳事故法案、満州院の茶室と共に、京都三名席の一つに数えられる。重要文化財、小堀園州の柵。 徳川家康の遺言で建てられ、家康の遺発と年次物を祀っている。幕府の公式記録である徳川美希によれば、家康は、元那2年、1616 16年4月2日、側近の維新数伝、南光坊、天貝、本田正澄を召し、遺体は、久能山に納め立て祭り、御宝へは、江戸増上寺にて行われ、礼拝は、三州大寺寺寺におけれ、 ご周期終わりて後芸屋の国日光山へ衝動を映像て採点すべし。京都には南禅寺中根地院へ衝動を営み、諸子大はじめ武家のやから心配せしむべしと遺言したという。江戸期には京都諸子大の番書が置かれ、創建当初は日光道将宮と記されていた。社殿は寛永五年1628年に造営され、拝殿は総古し塗り。 そうの間、本殿は軸部、柱や両にで、壁や扉は白、黄、緑といった、極彩色で彩られている。また、拝殿の天井には、かの単優の筆による、名流が描かれており、さらにその欄間には、土佐光つ置きが、昇霊イングーソン巡法神皇の書になる、三十六、河川額が掲げられている。元禄六年、1693年、 幕府により占領をかけて、社殿周りの修復と御門廊下の新設が行われ、聖徳四年、1714年、同じく幕府により、社殿周り、門作の修理が行われた。京都五役所向き大外覚書には、修理を終えた社殿の規模について、東照宮御宮、御平殿、御拝殿、御廊下、御門、御区所、南指で、兵五門、五唐門、おなり五門とある。 数伝が徳川家光のために作らせ、作定には小堀演習が当たった演習作と伝えられる庭は多いが、資料が残っている唯一の例。庭師は県庭と伝わる特別名称。安土桃山時代の風格を備えた江戸初期の代表的枯れ山水庭園として知られる。法上から見て、右手に鶴が左手に亀が配されており、鶴の背には、 上緑樹、亀の背には落葉樹が植えられている。また、鶴と亀の間にある畳五条弱の長方形の巨石は、妖廃石とされ隣接する、東照宮を拝むために置かれた石で、造営当時は、庭から、東照宮が見えたと伝えられる。庭内は、大刈込みが施されている。出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館。 所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。